丹波堺氏は、日本の士族、平安時代末期から安土桃山時代に、丹波国滝郡を本拠とした国人領主。関武天皇の御子、桂原新王の光栄を称した、堺兵衛次郎正近が子孫。丹波有数の古参勢力で、鎌倉時代から滝郡丹南朝一帯に勢力を及ぼした。丹波堺氏の出自は古く、平安時代まで遡る。 その羊は桂原新能の末裔だという説が一般的なものとなっている。しかし近年では、尾張の豪族、千ヘッツイ氏であるという説も唱えられている。上級の乱後、貞光の功績により、弟の正サが滝郡南西部一帯の堺荘に所領を与えられ、関東から移住すると同時に、平清から堺氏を称した。鎌倉御家人の堺氏は、 近隣の宮田省内の生西役等300人の討伐を行うなど徐々に勢力拡大を図り、諸子家が栄えた。正地下の次男の正重は、湯性保の自童職を世襲し、湯性堺氏の祖になる。正重の兄である高信は、主伝保、犬山保の自童職を世襲した。高信の次男は、八代堺氏、三男は、来栖の堺氏の祖になる。 八代ろ堺氏からさらに、八田堺氏が分流する。当時の有力な堺一族はこれらの四矢であったが、諸子家が繁栄すると同時に、遺産をめぐっての一族の内紛が絶えなかった。小教年間には、帝信、信綱、信行の三者が、領土分配の訴訟を起こし、これについては決着することになった。そしてこれ以降、帝信は、や代氏、信綱は、来栖の氏 信行は竹内氏を称するようになり、三夜は堺総領家としての地位を築いていくこととなった。ただし、後の堺四家は、これとは別である。時代が下るにつれ、竹内氏の地位は低下し、これに代わって、八代市所流の八田氏と、結田持次等の結氏が加わり四、家となった。鎌倉幕府東幕の動きが見られるようになると、堺氏は足利氏に加勢する。 足利高氏の篠村の旗上げに参戦したことから、太平家にその名が見られた。15世紀後半、応仁の乱で先行を挙げた細川氏の悲観、旗の清秀が岩見国より滝軍に入植する。これが後の丹波旗の氏である。永正5年5月24日、清秀とその子の旗の元清は八条城の前身の奥谷城を拠点に、堺氏らの豪族討伐に出向く。 この頃の細川氏は、内紛が絶えず、細川高国と細川住本の両家が抗争を続けていた。住本派の堺氏は、堺合戦で戦い、旗の元清の悲観、大壁山と守る、大壁民部進む、大井も兵庫女系氏らに倒される。その勢いで、旗の氏は7月4日には、大戦争に攻め入り、7月10日に長沢氏を、 福徳キ寺合戦で撃退し、長沢ひなた元綱を打ち取る。これにより、荘園としての大戦争は滅亡し、長沢氏の支配も終焉を迎えた。長沢氏の後に、新道元博が第三総大官として任ぜられるが、旗の氏家臣の長地を元親に横領される。旗の氏に敗れた堺氏は一時期は衰退したものの、その参加で重心に寄与された。 八田堺市の堺豊卿は、畑の元秀の書状の発給を行い活躍する。堺市は16世紀頃に、旧丹南町一帯に、市場館を構え、さらに勢力を拡大し、かつての勢いを取り戻しつつあった。クルスノ城、油星城、油星西,西城、南屋城、大沢城、高泉寺城、茅屋城、等々を築く。 クルスの新政党連書寄進場では1564年に、一族は団結を図るため、高専寺を共通の宇治寺として堺四に家の、大将らは十国ずつ、計四十国を同時に寄進した。また天正四年には八条城主、旗の修士が油性と八代へ一旦の田を社殿として寄進し、旗の氏との連携も欠かさなかった。1570年代頃から明智光秀の、 三場攻めが開始される。この時堺氏は、旗の市側として、明智税に対抗した。しかし、市場は次々と陥落し、堺四家の上主は討ち死に、または降伏するなどして没落した。旗の三兄弟の一人、旗の修行は、旗の修士の義弟であり、油性堺氏から旗の氏に養子として迎えられたと言われている。一族老党、子孫の多くはそのまま、 滝郡の地に残ったが、武士を捨てて、農民となる者や、藩へ士官する者もいた。また、油性堺市の油性城城主、堺光助の助氏生の子孫で、小田原藩がろ堺藩六がいる。この藩六は戦で亡くなった先祖を敬い死等を寄贈し、今も油性城に安置されている。滝郡の国人堺氏は、旗の市の主力軍として堺四、家を中心に、 多様な武士団を編成し、小田氏の丹波平定に抵抗した。ありがとうございます。